どうも皆さんこんにちは、ノーアンです。ということで今日はいろいろなアニメキャラたちと一緒に武器を持って戦っていこうというゲーム、アニメクリッカーファイトというゲームに新しくアップデートが来ました。今回も新しいねアニメキャラたちと共にボスを倒していきたいなと思います。このゲームシリーズ好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで皆さん帰ってきました、このアニメの世界へ。前回前々回と、まあこれパート3なんですけど、みんなね高評価いっぱい押してくれてたり、コメントもいっぱいくれてね、ありがとう。みんなが待ってるということでね、今回アップデートで追加されたこの進撃の巨人ステージやっていきたいなと思います。今日はさらにね、他にもいろんなアップデートが追加されてて、見てここほら、ヒーローインデックスってやつが追加されてるんよ。今までね獲得したキャラクターこんな感じでゲットできていってるんやけど、今俺合計で39体集めてるんやけど、これを70体までやるとヒーローの所持数プラス1できるんよ。今俺これ6体持ってるんやけど7体持てるようになるよね。だからめっちゃ強くなると思う、一気に。だこれ欲しいのと、さらに80体ゲットすると、まあストレージがね2個増えたりだとかするんやけど、130までいくと見てください、残月がアンロックされます。新しくね追加された武器の残月やねんけど、見て 7% のお金とクリックダメージ 7% アップ、さらに7スピードもアップ、めちゃめちゃ強いよねこれ。なるべくこのアニメキャラたちの目次をどんどん集めていくんやけど、まあこれでもね1回ナルトとかゲットしたとしても、ナルト5体でシャイニー化できるんやけど、シャイニーナルトも1枠分に数えれるんよね。でシャイニーナルト5体でレインボーナルトにできるんやけど、そのレインボーナルトも1体分の1枠分なんで、ちょっとかなりキャラクターをどんどん集めていくっていうのが今後大事になっていきそうなんですけど、まあとりあえず皆さん早速ちょっとこの進撃の巨人のキャラクターをちょっとねどんどん解放していきたいなと思います。もう一回ドラゴンボールステージクリアしないといけないみたいなんで、まあおそらく余裕なんで、どんどんクリアしていきたいなと思います。前回の動画でもうこの最後のねボスフリーザ様倒したから、ここは多分余裕でクリアできると思います。待って、みんな俺前回倒したよな、ここなんか強くなってるんやけどえ、そんなことある？アップデートで強くなったとかそんなことする？やばい、これみんな強くなってるこれまずいです皆さん。いやこれ強くしてるなんでこんなことに。けどまあ今回からちゃんとガチャガチャも意味あるようになったから、どんどんガチャガチャ回していいキャラクター引いて、シャイニー化とか、まあ、レインボー化とかどんどんしてキャラクター所持数を増やしていこう。ちょっとトリプルファッチ買っていこうか。みんなこれで3回卵引けるんよね、一気に。これかな。あー、 OK、 来た、これで3個ずつ引いていけるから、もうお金が大量に減っていくけど、あ待って、スーパーブロリー来てない？ちょっと待って、ちっちゃくなるのかこれ、画像がちっちゃくなるの嫌だな。やっぱちょっといいやつ出た時さ、気持ちよく喜びたくない。あーブロリか。キャラクターいっぱい引いてどんどん合成していく、それがね今後すごい大事になって。スーパーブロリーありがとう。これでスーパーブロリー4体。え待って待って、みんなちょっと待って前回めちゃくちゃ弱かったプーがめちゃくちゃ情報修正されてる、すごいそう、これで限定ヒーローっていうところで引いてこのプーが出たんやけど、めちゃくちゃ弱くて、え課金で引いたのにめちゃくちゃ弱いやん、悲しいっていう話をしてたんやけど、おいプーめちゃくちゃ強くなってるえバグやったってことかな、じゃあ前回のは。ちょっとこのプー事件簿はね、気になる人は前回の動画見てほしい。よし、じゃあこれでどん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 いいやつを作っていこう。ブロリとかもどんどんやっちゃって、あちなみにねこのバニーっていうキャラクターね、このデイリースピンでさっき勝手に回しちゃったんやけど、デイリースピンでゲットできるキャラクターなんよね。これはどのキャラクターでも1体分に扱えるらしいので、まあスーパーブロリをこれまあ5体分にしたいと思った時に、1人足りないなと思ったらこれでできるって感じやね。いやこれさ、でもスーパーブロリ引いてるからさ、俺勝てそう普通に。もうなんか今回ガチャ運が良かったぞ。あー勝てそうみんな。あー多分勝てるわ、よかった、ブロリ引いてよかった。じゃああぶねー、なんか結構強くなったけど、まあ、プーも強くなってたから、まあプラマイゼロということにしてあげましょうありがたいなこれは。オーケーよーしよ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 し、いいね。これで新しい世界がアンロックされました皆さん。進撃の巨人の世界、うわかっこいい、めちゃくちゃ。これで新しいキャラクターとかもねゲットできると思うから、さらにインデックスが広がるというわけですよ。うわすげえ、進撃の巨人だ、調査兵団の皆さんがいるな。おー来た来た来た、かっこいい、めっちゃかっこいい。お、しかもガチャのマークが立体起動だ。え 7.8 ビリオンやばすぎるやろお金ちょっとやばいな。限定ヒーローは、あミカサとかエレン、あーマーレ編のエレンとかだなこの辺は。でこれでまた新しくガチャ引くとヒーローインデックスもねいっぱいもらえるから、早速今のキャラクターで一回行ってみようか。多分ね結構お金手に入ると思う。貴公子かないいね、みんな裸やね。お顔がいろいろあるな。あこれあれじゃない、
エレンのお母さん食べたやつだ。オッケー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 。いいね、なんか新キャラがどんどん出てきて楽しいな。レベル28まで来れてるけど、これなんだ、この巨人誰だ。アニメは全部見てるし漫画も全部読んだんやけど、こんな巨人覚えてないな。ギリギリ倒せんね。オッケーオッケーオッケー。いやレベル39まで来れてるけど多分きついな。うわこの巨人も倒せないな。ちなみにレベル10まで行くとこのステージはクリアです。ラスボスがいますけど、見て7ビリオンゲットしたお金、めちゃくちゃお金あるぞ。これででも1回ガチャ引けるようになってるね。オッケー、じゃあとりあえず1回ガチャ引いてみようか。エレンとか、あーいいね、アルミンとか出てるね。ジャン 9.2% 結構いい。あエルヴィン団長いいね。リヴァイが 0.1% か。とりあえずじゃあ1回引いていこう。1回しか引けないからね。オッケーオッケー。なんか卵じゃないの、なんかちょっとなんかちょっと嫌だな。オッケー。あエレンか、まあまあまあ、でも通常のやつか。あー普通一番弱いやつだな。でもこれでインデックスも1つ。え7.5 テラ攻撃力強これで、ブロリーはもうようやくごめんです。とりあえずインデックスとしてあと30体ゲットできれば、まあこのヒーロープラス1できるから、ちょっとこれはやりたいな。みんな俺ちょっと気づいてしまったかもしれない。最初のステージナルト戻るっしょ。戻ったらさ、ここのさキャラクター40コインとかないよね。俺7ビリオン持ってるんよこれさ引きまくればよくない。そしたらさこの辺とかのキャラクターどんどんゲットできてシャイニー化すれば、さらにあのインデックスが広がっていくって思わない。みんなちょっと俺天才なひらめきをしたかもしんない。あ見た、あナラー来た、ナラーミステリアス。そしてさらに皆さん、このスーパーラッキーブースト、15分間これを使うことでラッキーが訪れると、いいキャラクターが出やすくなると。スーパーラッキーブーストも使っていこう。よしみんな、これでシャイニーダスケを5体集めたんで、これでレインボーダスケになると。これでさらにまたインデックス1プラスでやすよ噛んじゃった噛んじゃったけど、見て、いやもうこれ分かっちゃった俺、このゲームの攻略法。さらにシャイニーザブトも、これレインボーザブトです皆さん。超絶いい感じ。あ待って、イモータルザブトプロ来た。え何ザブトプロ、あ 0.7% 来ている。俺は今確実に来ている流れが、やっぱこれでどん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 インデックス広げていき、さらに俺は成長していくてかかし先生、かかし先生なんで七面鳥っていう名前になってんのこのゲーム一番面白いポイントはあのアニメキャラの名前なんで、みんなちょっと注目していただきたい。オッケーオッケー。ほらもうここだけでも結構集まってない、ほら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 。でレインボーバージョンも、まあ、炭治郎系もゲットしたんで、ほらほらほら結構いい感じじゃない。ちょっとじゃあそろそろ進撃のやつも行こうか。まあ、この辺はちょっと裏でやっとくわ俺、次回のために。じゃあ 7.8 ビリオンこれ1回引いていこう。エレン以外やったらめっちゃ嬉しい。もうエレン以外やったら何でもいいよ。エレン以外、マジでエレン以外、うわこれでさらにゲットしながら、お待って、何ピアーンって何ジャンのことか、これジャンのことだな。日本語訳まだされてないわ。 100T? えやばくない、ちょっと待って、やばい。だって今までがさ 7T やってんで、10倍どころの騒ぎじゃないって。来てるみんな、確実に来てる、俺に運が回ってきているスーパーブロリー4体に合成して、これで当たってくれればシャイニーになるし、かなりいい感じなんですけど。オッケーナイスあでも 5T なんだ。あでもプーと競ってきたな、そろそろ。さあどんどん引いていこう。ね、エレンとか、エレン以外やったらいいよ。お待って、イルミン来た、イルミン、イルミン来たよみんなあイルミン 18% でもめっちゃ強くなった、一気に。ありがとう。あスーパーブロリーがあんなに喜んだのにもういらなくなっちゃったこれ。よしじゃあみんな、今日はちょっと今回は武器を変えて、このバイセント、ダメージプラス10、マニーが 10% をプラスされる、この武器ちょっと買っていきたいなと思います。これ白ひげのやつ、ほらかっこよくない、これ白ひげのやつだ、これかっこいい、かっこいい、すげえすげえ、おおすごい豪華になったぞ攻撃が。ほら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 かっこいいじゃんこの白ひげの。これでダメージもプラスされてるし、お金もね 10% プラスされてるんよ。今日はじゃあこの武器で頑張っていこうよ。ほら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 、まあ、1動画に1個新しい武器追加していきたいしな。けどステージ52まで来てるぞみんな、いい感じだな。ちょうど半分ぐらいまで計算されてるんだなこれ。まあ弱い方のガチャやからかな今回は。けどみんな、あと6体でヒーロープラス1装着できるんよね。ちょっとやっぱりここら辺で稼いでくるわ。あミスター200来た。よーしみんな、このルフィとかナミとかこのミスター200とかね、いろいろシャイニー化していったら残り2体までなりました。これで新キャラあと2体引ければいいよ。520ビリオンでこの新しい方のガチャどんどん引いて、新キャラ2体さえ来ればさらに俺はね進化できるから、
聞いていこう。エレン、ミカサ、あ、兄かなこれ。あ、クリスタいるやん、クリスタ。あ、なんかこの辺ちょっとよくわかんないけど。とりあえずゲットしていこう。とりあえずまあ全部新キャラやからかなりいいの。来た来た、今スーパーエレンゲットしました。で、これでミカサとか、まあその辺とかでも別キャラ来てくれれば、あー、スーパーエレンね。来た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 。あ、来た来た、ニカサ来た、ニカサ。ちなみに、エレンが 320T で、ニカサが510。とんでもない力だな。けどみんなこれで70体ゲットしたんで、ヒーローの所持数が1プラス。こっちに1人増えてる。オッケーオッケーオッケー。1体プラスできるってことは、もう 20T とか増えるってわけやから、かなり勝利しやすくなってるはず。さあ、お、待って。メニー来た、メニー。メニー、え、メニーやばい。え、メニーやばい、みんな。0.7 引いた、俺。メニーって誰だこれ。あ、ケニーか。お、待って。オニー来た、オニー。アニーじゃなくてオニー来たよ。皆さん、やばいです。メニー 1.9p。p になりました、皆さん。いや、めっちゃ強いぞ。めっちゃ強いパーティーメンバー来たぞ、これ。行くぞ、調査兵団のみんな。とりゃー、開門。とら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 。行くぞ行くぞ、巨人狩りじゃ、巨人狩り。もうめちゃくちゃ強い俺たち、リヴァイハンみたいな感じよ。もう巨人なんてぶったぶたよ。ほら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 。待って、これあれだ、メガタだ。メガタの巨人も一発で仕留めていく。今レベル75まで余裕で来れてるよ。次あれだ、鎧の巨人だ。ほら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 。鎧の巨人もそこ道開けなさい。ほらほら。こんな人類は嫌だ。ほら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 、ここ開けなさい。とりゃオッケー。最後あれだ、超大型巨人だ。やっぱそりゃそうか。待って、もしかしてみんな俺勝てないかもこれ。オッケーオッケー。いや、でもレベル99まで来た。オッケー、あとはこの超大型巨人を倒すだけ。いや、これでも勝てないな絶対に。うわ、あとちょっとなのにな、こりゃー。くっそ。うわー、惜しい。この 80% 俺はここに全てをかける。頼む。頼む、 80%。 いや、80なら大体いけるだろ。頼む。 やばい、危ない。おー、来た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 。これで 1P が2体になったし、お兄ちゃんいる。ちょっとこのエレンの分をさらに、皆さん、今回は絶対に詐欺じゃない。前回まではあのプー事件とかあって、これがね詐欺ってことになったけど、もう二度と引かないって決めたけど、今回は必ずめちゃくちゃ強いであろう。このガチャもね、引いてみてほしいなと思った人は、高評価とチャンネル登録もよろしく。みんなの高評価が、このハッチボタンに集まっていきます。高評価、ありがとう。この超高級卵、頼む、めっちゃいいの来てくれ。お、ティカサ来た。なんでティカサなんだ。ティカサ来たよ。あ、ティカサ 65%。 いや、でもみんな、絶対に今回は安心してめちゃめちゃ強いはず。さあ、ティカサ。来ました、皆さん。ピカサ 2.1p、 やっぱり強い。このメニーよりも強いもん。みんな、ようやく来たぞ。これで進撃の巨人は終わりだ。とりゃー。開門、調査兵団出撃。巨人ごときで俺たちの歩みは止められない。おら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 。またあったな、超大型巨人。おりゃー。今回の俺たちは一味違う。おら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 。一瞬で蹴散らせ、みんな。いや、これやばいか。いや、勝てるよな、さすがに。え、まずい、もしかして。結構ギリギリなんか。え、やばい、もしかして。え、頼むよな。え、勝てるよな、俺たち。あ、勝った。お、危ねえ。危ねえ。あと3秒ぐらいやったね、みんな。いや、よかった。ということで、皆さん、クリアしました。新しい最新ステージも。で、ヒーローインデックスもね、かなり溜まったんで、ちょっと次回またアップデートね、すぐあると思うんで、次回までにインデックスも広げておいて、また新しいワールド来たらね、やってほしいと思った人は、高評価とチャンネル登録とかね、コメントでまた見たいですって書いてくれると非常に嬉しいです。ってことで、また明日、バイバーイ。